どうもロイズ広大でございます。僕たち、11月20日に、ニューシングル「I am not I am」というシングルを出しましてですね、11月の23日の北海道から、冬のワンマンツアーが始まるんですけど、新グッズが発売になりましてですね、そのグッズの紹介を今日はしていこうかなと思います。ワンマンツアーといえばですね、うちは毎回新しいものを出しているんですけども、タオル曲もありますのでぜひ購入してほしいなと思います。僕は基本的にデザインの、監督的なものはあまりしないんですけど、そんな僕から見ても今回はもうとてもおしゃれで普段も使えるんじゃないかなと思うので、ぜひねこちら、お値段の方、2000円となっておりますので、ライブに参戦する際は購入していただければと思います。次の商品、T シャツ、スバルとクイーナとデザイナーさんの3人で考えてくれた T シャツです。これもかなりこう普段着ても全然可愛いんじゃないですか。毎度おなじみツアーの、はい、こうね、初日の札幌からこうファイナルのゼップダイバーシティまでこう可愛い字で書いてあるので、これを着てライブに参戦してほしいなと思います。お値段の方が4000円になっております。ビッグ T シャツなんでね、ほんとサイズ選ばずこういろんな方が着れると思うんで買ってほしいなと思います。毎年冬は恒例です、ロイズパーカー。これもクイーナスバルデザイナーさんが、頑張って考えてくれましたね。ほらすごい可愛い、こう持てちゃうよこれ。腕のところにはねこうアイアム、ワットアイアム、アイアムって書いてあるか、アイアムって書いてありますね。アイアム、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 めっちゃアイアムの主張が激しいアイアムパーカーね。私は私である、いいんじゃないですか。特にこうバンニルちゃんはこう、バンニルちゃんもね最近主張しないこうバンニルちゃんが増えたんで、こう私はロイズのバンニルだよっていうのをこういったところで主張して言ってくれればいいなと思います。こちらお値段の方が5000円となっております。安いですね。ぜひねチェキを5枚我慢してこっちを買ってくれたら嬉しいなと思います。次の商品はメンバーカラーのシュシュですね。これはもうロイズエちゃんたちからしたらおなじみなんじゃないでしょうか。スバル、クイナー、コーダイ、トマヨの4色に分かれてて、意外とねこれライブでつけてくれるとね自分のファンだって分かるんで、とても僕的には便利なんですよね。あとお客さん結構チェキ交換するときとかこれつけてるとね、こうつけてるとこうスバルファンだからこうスバル君のチェキと交換しようみたいな感じで分かりやすくていいんじゃないでしょうか。とても可愛い仕上がりになってるんで、ぜひ購入していただければ嬉しいなと思います。こちらのシュシュ、1つ1000円になっております。ぜひお買い求めください。続きましての、商品はですね、これ僕も初めて見るんですけど、チェキ&チケットファイル見てください。このメンバーそれぞれのこうスバルだったらねこう個性的なこの寝方とかも本当スバルみたいな、クイーナなんかかわいいよな、こうよく見かけるポーズね、これね、本当に。で、私、いや、個性ちゃんと掴んでますよ、本当、トンガやなんか、もうほら、見て、ブーツおにぎり作ってる、これめっちゃ好きなんだよね。まずね、こう、チェキを3枚入れる場所があって、で、ここにチケットを入れて持ち運ぶっていうね。結構、ファンの子とかって、チケット忘れましたとか、なんか忘れるとこでしたっていうコメントがね結構来るんですよ。でもこういう入れるものがあれば忘れずにできるかなと思うんで、これは僕もちょっといいですね。パスポートとかでこれ入れて持ち運びたいなと思うぐらい可愛いですね。800円、ぜひお買い求めください。次の商品も、初の試みでございます。レターセットということで、ほら見てください、これすごい可愛い、これここまでデザイン凝ってる。メンバーが飛行機を乗って、これもまたみんなね個性豊かな顔してて本当可愛いなと思います。中身が、見てください、僕
どちらかというと女方っぽいのにポストを片手で持つっていう強靭ぶりを見せてますけども、可愛いですね。これにぜひ、まあ、好きな人だったりとかお友達だったりとかにこう思いを綴ってね、書いて渡してくれたらいいなと思います。こちらのセット、600円になっております。結構入ってる5枚組ぐらいかな、5枚組ぐらいですね。最後のグッズになります。毎回恒例で出してるんです。缶バッジ1回500円ランダムです。この缶バッジのためだけに撮った写真とかもあるんで、こういうねイラストもあり、まあメンバーの顔もあり、でここは、シークレットが一つ混ざってるんで、ぜひこうシークレット見つけてくれたらなと思います。1回500円ランダムなので、手軽に買えると思うんで、ぜひ、お買い求めください。以上で、ロイズの冬ツアー新グッズの紹介になります。10周年迎えまして、一発目の、ツアーですけれども、ファイナルが、2020年1月12日に絶対ダイバーシティなのでありますので、ぜひねこちらのグッズ、特にタオル、T シャツ、パーカーなどね着て参戦してくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。最後になりますけども、私ですね、まあロイズの宣伝部長をやってるということで、この度ですねインスタグラムをちょっと始めて、ロイズのことをもっと知ってもらおうと思いまして、あれだけやらないやらないと言ってたインスタにとうとう手をつけて言おうと思います。僕はねまあロイズ以外の プライベートのところで基本的に音楽のことばっかりやってるんで、なんだろう、プライベートを出しますみたいな感じは多分しないと思うんですけど、まあライブだったりまあインスタだったりとかの写真をねこうアップしていって、こうみんなが喜んでくれるコンテンツを増やしていければいいなと思いますんで、そちらの方も、フォローもよろしくお願いします。それではロイズ広大でした。